新幹線、それは都市と都市の間を最短の所要時間で結ぶ陸上最速の乗り物です。そんな新幹線は目的地まで早く移動するため、在来線と比べて停車する駅の数が圧倒的に少なくなっています。それゆえに新幹線に乗っていると、駅を出発してから次の駅に到着するまで最低でも10分、場合によっては数十分かかることも珍しくありません。そこで今回はこの新幹線がノンストップで走り続ける距離に着目したランキングを作ってみました。長い距離止まらずに走り続ける列車にはどのようなものがあるのか、そしてその距離や所要時間は一体どのぐらいなのか、早速見ていきましょう。第10位、東海道新幹線、小田原豊橋間、距離は 209.7km、所要時間はおよそ50分です。初っ端から 200km を超えており、さすが新幹線といった感じです。この列車は東京駅を最初に出発する光号、光631号が該当します。小田原駅は神奈川県、豊橋駅は愛知県であり、通過する6駅はすべて静岡県という、なかなか静岡泣かせな列車です。小田原駅、豊橋駅両方に止まる光号はこの1本のみです。名古屋駅で後続ののぞみ5号に接続しますが、それまで定期列車に追い抜かされることはありません。ちなみに私もこの列車に乗ったことがありますが、自由席がのぞみ号よりも空いている上に、名古屋までの所要時間がそこまで変わらないため、とても便利だと感じました。第9位、山陽新幹線、広島小倉間、距離は 213.5km、所要時間はおよそ45分です。のぞみ、みずほ、桜号の一部列車が該当します。山口県内の全5駅を通過し、広島市と北九州市という2つの政令指定都市を結びます。現在は徳山駅、新山口駅に停車するのぞみ号もありますが、通過する列車も多く設定されています。沿線には周南コンビナートや小倉の港など海が見える場所が多く、本州と九州をつなぐ新関門トンネルも通過する魅力的な区間でもあります。第8位、東海道新幹線、浜松新横浜間、距離は 228.3km、 所要時間はおよそ55分です。21時4分に浜松駅を出発する光664号が該当します。この区間の所要時間は通常1時間7分、早い便でも58分ですが、この便はどの列車よりも所要時間が短くなっています。ちなみにこの列車で東京駅まで向かうと、東北上越新幹線に乗り換えて終電までに越後湯沢、那須塩原まで行くことができます。また常磐線特急に乗り継ぐと水戸まで行くこともできます。第7位、上越新幹線、長岡大宮間、距離は 240.3km、 所要時間はおよそ55分です。長岡駅を15時39分に発車する時326号のみが該当します。新潟を出発すると停車駅は燕三条、長岡、大宮、上野、東京の5駅のみです。新潟県第2の都市、長岡と埼玉を結ぶ最速列車です。この区間で所要時間が1時間を切るのもこの列車のみです。長岡駅利用者にとってはとても便利な列車ではないでしょうか。第6位、東北新幹線、大宮福島間、距離は 242.5km、 所要時間はおよそ55分です。やまびこ、翼、124、131号が該当します。スーパーやまびことも呼ばれる最速列車で、本来やまびこ号が停車する宇都宮駅、郡山駅を通過します。2024年3月までは E2 系と E3 系による並結運転が行われており、宇都宮駅で新型の E5 系を追い抜かす光景が見られました。2024年からは最新型車両 E8 系と E5 系の並結が行われ、所要時間を4分短縮しました。第5位、東海道新幹線、新横浜豊橋間、距離は 264.8km、所要時間はおよそ1時間です。光号の一部、東京駅毎時33分発が該当します。米原駅で北陸方面の特急しらさぎに接続します。2024年の北陸新幹線敦賀開業までは福
井までの鉄道アクセスはこの光号と白鷺号を乗り継ぐのが一般的でした。実は今でも敦賀までの所要時間については米原経由の方が短かったりします。第4位、東海道新幹線小田原名古屋間、距離は 282.1km、 所要時間はおよそ1時間10分です。こちらも先ほどと同じ光号の一部、東京駅毎時33分発が該当します。5位の豊橋駅停車便とはおおむね交互に運転されており、こちらも米原駅で北陸方面の特急白鷺に接続します。さてここまで見てきたのが10位から4位となります。1日に何本も運転されている列車もあれば、1日1本だけしか運転されていない列車もあり、全く知らなかったというものもあるのではないかと思います。さて3位から1位の発表に移る前に、20位から11位も簡単に見ていきたいと思います。16位まではご覧の通りです。20位は光号ですが、16位19位はそれぞれ輝き号のぞみ号であり、やはりその路線の最速達種別がランクインしています。そして17位18位はいずれも時号ですが、こちらは非常に運行本数が少なくなっています。続いて15位から11位です。ここに来て初めて九州新幹線がランクインしました。 JR 九州の新幹線は九州新幹線、西九州新幹線ともにそもそもの総距離が短く、また駅間距離も短いため、今回のランキングにはなかなか入らなかったのですが、唯一熊本鹿児島中央間をノンストップで走る瑞穂号がありました。そして11位13位14位はいずれも輝き号とはやぶさ号であり、こちらもやはりその路線の最速達種別が入っています。また12位は光号であり、ここでもランクインしています。それでは20位から11位までを見たところで、いよいよトップ3を発表したいと思います。第3位、上越新幹線大宮新潟間、距離は 303.6km、 所要時間はおよそ1時間10分です。ここに来て驚異の 300km 超えです。時311号312号が該当します。東京を出ると上野駅をも通過し、途中停車駅は大宮のみです。わずか2駅で終点に到着するとても停車駅の少ない列車です。上越新幹線の最速列車で、2023年には最高速度が時速 275km に引き上げられたことにより、東京・新潟は1時間半を切りました。また鉄道は目的地までの所要時間が4時間以内であれば航空機に対抗できると言われていますが、この時311号に乗車し新潟駅まで行くと、特急稲穂号に乗り継ぐことで東京から山形県の酒田までを4時間以内で移動することができます。それでも航空機の方が所要時間は短いのですが、鉄道がより選択肢に入りやすくなることは間違いないでしょう。第2位、東北新幹線大宮仙台間、距離は 321.5km、 所要時間はおよそ1時間10分です。この区間を通るはやぶさ小町号の全列車が該当します。宇都宮仙台間は陸路最速の時速 320km で走行します。首都圏と仙台以北の東北各都市を最速で結ぶべく、栃木県や福島県の主要駅には停車しません。宇都宮駅、郡山駅、福島駅に停車する山彦号と比較して所要時間は30分短く、東京仙台間を1時間半で結んでいるかなり便利な列車です。またこの区間はグリーン車、グランクラスを含めて指定席がかなり混雑する、とても需要の大きい区間でもあります。第1位、東海道新幹線新横浜名古屋間、距離は 337.2km、 所要時間はおよそ1時間20分です。のぞみ号の全列車が該当します。首都圏と中京圏を最速で結ぶ日本の大動脈です。在来線横浜名古屋間で考えると84駅を連続で通過していることになります。あまりにも長いため、下り列車は三河安城駅を、上り列車は小田原駅を通過した際に案内放送がかかります。長い区間ではありますが、富士山や茶畑、浜名湖など沿線の景色がよく退屈しない区間でもあります。
また特筆すべきはその運行本数です。のぞみ号は1時間に最大12本が運転されており、しかもその全列車が新横浜名古屋間をノンストップで走ります。これを見ると大都市を最速で結ぶ必要性がいかに高いのかということがわかります。さて1位まで見終わったところで、もう一度10位から1位までをまとめて見てみましょう。この中で半分を占めているのが東海道新幹線です。やはり需要の大きい路線は列車の停車パターンも多様になりがちで、様々な需要に対応した列車が運行されているということがわかります。一方で他の列車に関しても重要なところを最速で結ぶという新幹線としての使命をしっかりと果たしていることがわかります。さて以上でランキングは終了となりますが、最後に過去に存在したヤバい新幹線も紹介していきます。そのヤバい新幹線とはこちらです。東海道新幹線新横浜新大阪間、距離はなんと 523.8km、 所要時間は2時間14分です。これは1992年から97年に運行されていたのぞみ301号が該当します。9時の会議に間に合うというキャッチフレーズを実現するべく苦肉の策として設定されました。現在の在来線横浜新大阪間の駅数で考えると133駅を連続で通過していることになります。東京駅を出ると途中の停車駅は新横浜のみで、名古屋駅京都駅を通過し、当初は名古屋飛ばしとして騒動に発展しました。当時この列車で大阪に向かっていた人は2時間も止まらない新幹線に対してどのように思っていたのでしょうか。大変気になるところです。ちなみに使用されていた車両は初代のぞみ号の300系新幹線です。そして2代目のぞみ号の500系のデビューとともに、のぞみ301号は消滅したため、300系のみがこの運用を担っていました。さて今回の動画はいかがだったでしょうか。今回取り上げた列車以外にもノンストップで走り続ける面白い列車があれば、ぜひコメントで教えてください。それではご視聴ありがとうございました。